皆様、こんにちは。政治アンタティメントニュースに関するジャネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。日韓現代デジタル写真拡大3月いっぱいで、ジャニーズ事務所を対所する中井正宏47に、まさかの逆風が先月21日に行われた対処会見は、 中井ワールド全開のエンターテインメントショーとかし、会見を中継した各テレビ局の報道や、ワイドショー番組もそのほとんどが、好意的一番の理由は、ジャニーズを辞めてもこれまで同様か、それ以上に仕事が増えたからです。本人は仕事は減ることはあっても増えるとは思ってもいなかった。しかし実際は、ジャニーズの横やりもなく、特番などで、次々と仕事のオファーが舞い込んでいます。 芸能プロ関係中井のレギュラー番組は中井雅宏の金曜日のスマイルたちへ TBSK ザ世界行天ニュース日程中井雅宏のニュースな会テレビ朝日経営など計6本年収は3億円は下らないと見られている中井雅宏をもっと詳しく一体何が起こっているのか中井雅宏気持ち尊重発言の意味対象の真相はリストラ 中井の番組を担当する放送作家の一人が声を潜めてこう語る。中井くんの態度が超大きいんですよ。会見をする前まではあちこちのスタッフに電話しては、これからもよろしくです。あなただけが頼りなんですなどと平心抵当だったのが手のひらがしな、王平になったというか仕事ぶりがかなり雑になりました。以前と違って打ち合わせも中途半端。 面倒くさがって話を聞こうとしないんです。中井のレギュラー番組を作る大手制作会社のプロデューサーも似たような意見を口容赦ない素人いじりに不快感。ジャニーズ時代は絶対タブーだった素人いじりをするようになりましたね。事前打ち合わせで絶対にやめてくれと言っても聞く耳を持たない。つい最近も MC を務める新日本男児と中井。 日本テレビ系でトンカツを偏愛する素人が出演したんですが、最後までディスりまくりました。エンディングでこの素人が自ら渾身の素材を集めて、トンカツをあげたんですが、まずい。俺の方がうまい。とこきおろしたんです。見ていて、不快感しか残りません。ジャニーズという超手をやめてフリーになるのだから、もっと謙虚になるかと思ったら、より態度が不損になったというのである。